はい、B 決勝からスクリーン。オッケーオッケー、了解了解了解です。というところで次敗者が準決勝、今ちょっと敗れてしまった島さんと先ほどから残っていたガクトネス、はい、まあおそらくネスシーク、ネスシークですね。ちなみに僕はガクトネスに殺されました。あ、はい、やはりユイといえばネスに負けると、そういうところは若干ありますな。あのキャラクターはやっぱ力強いので、うん、はい、どうしてでしょうね、はい、敗因は何でしたか。敗因はですね、やっぱり相手の方がなかなか強かったのと、はい、まあまあまあ強いからここ、ね、あとやっぱりね、空中横移動があってフォックスちょっと着地がしにくいんですよね。ああ、なるほどなるほど。そこでちょっとやっぱりもうちょっと煮詰めていかないかなと感じましたね。やりづらいやりにくいあるんで、まあフォックス尖ってますからね、はい、どうしてもなんかゼロスーツサムスにしろそういうキャラにしろ、はい、若干やりづらいっていう反面は結構持ってるキャラですよね、昔から。あそこは面白いんですよねまあぶっ放して1引けるキャラなんでやっぱり使ってて楽しいと思うんですけど、どっちかというとキャプテンファルコン側に属するキャラです、はい、そうですね。おそらくこれもまたニュートラル調整ですね。これはまあ島さん、はい、抜かなきゃよかったのにでまあ次がどこで対戦がするか分からないので、まあ、確かに、まあ、このトレモを見てると分かる通り、何あの後ろ回避、後ろ回避なんだかダッシュなんだか分かんないですよね、もはや。でもフシークの前回避は判定が半分ぐらい残ってるんでちょっと弱いですよ。へえ、後ろは速いです、強いです。じゃあ持続重ねたりすると。そうですね、意外と枯れますね。後ろは無理です、強いです。あんまり意識したことなかったんですけど、そういうスマブラをしてたんですね。だから結構飼育側って前回避するときって結構困ってるんですよ。あ、後ろ回避は元気になりますけどあの性能で困っちゃうのもまあちょっと良くないですけどねさあネス対、さあネス対飼育ですね。簡単と始まっていきます、はい、ステージはスマムラ。スマムラこれはどちらが選んだんだ。復帰阻止したやっぱ後ろ投げ選んでどちらが。あ、なるほど、なるほど確かにお互い利点はあると思います、はい、さあ空前しっかりジャンプに引っ掛けてきて、あれ実は死ぬんですよ即死。そうですね、はい、キャプテンファルコンとか死にますよね。いやネスもシークもそんな死ぬんですよ。え、マジっすか。はい、まあ崖端の下投げとかはかなり危ないですね。さあしっかりと張りだめに PK ファイヤー合わせていこうとするが、シークはしっかり回避で拒否。シャージャンプ潰されるが長距離があるため崖に捕まって、上投げの上スマッシュか、上スマッシュの後突きつかみを合わせていく。これシーク側ネスってやっぱりハセ早い暴れが多いキャラなんで、このコンボっていうか連携ですよね、確定かどうか若干怪しいぐらい、空前空前とかあの辺しっかり精度高くやんないとってところですよね。さあ船田からジャック暴れていって、おっとクエネー対クエネー、横様暴発か。おっとこれは危ない危ない、空後ろしっかりと反撃取っていって、さあ強気の復帰阻止は、これはこれは高いぞ、怪しいなあっとこれはあっという間に後ろ投げ、リコーリターン狙ったらちょっとやり返されましたね仕方ないです。まあまあまあ、はい、この腹筋に対していよいよ結構狙っていくんですけど、シークやっぱ腹筋鋭いせいで当たんないですね。なかなか当たりませんね、はい、結構腹筋弱いキャラはあれだけで積んじゃうぐらいの強力な技なんですけど、キャプテンファルコンとかリトルマックとかは結構あれで50パンぐらいで殺されたりします、はい、おっと危ないぞ、腹筋阻止行こうとするが、今回やっぱ PK サンダーのあの尻尾のところが広いですよね。そうですね、非常に借りづらい、あと硬直も長いんで、ちょっとやったら PK アタックが食らう、ね、おっとナタデバースト、これよくあるやつですな、長魚見て回避しちゃったらフォックス現象です ね、まあよくあるやつ。さあ空へしっかりとナタに差し返していくが、パーセントが高いため空前は繋がらず、大上の相手にはしっかり PK サンダー固めていって、さあどうする、着地狩り、おっとこれは強気にサンダー狙っていくが当たらず、さあシークのパーセントが高いためちょっと当たりづらいか、危ない危ない、さあおっと反応できずめくりを、さあ針に対してしっかり PK サンダーリスクをつけていって、弱々暴れていくがしっかり反応してガードした後で横スマッシュで反撃取っていって、おっと PK サンダー読んでますね、しっかり真下に回り込んでますね。さあなたなた一気に火力を稼いでいく、帰れるか、あ帰れるか、これはジャンプを残していたが危ないぞ、まずは着地したい、地面に降りたい、さあおおうまいですね、クエネーでしっかり反撃取っていく、おっとしっかり横行ジャスガから、おっとうまい回避読んでますね、このクエネーうまいですね、多分前回避の弱いとこ出ましたね先ほど言った、はい、残っていると、はい、さあジャックから当て投げ、しっかり後ろ投げを判断、殺せるか、とネスが帰ってきてしまった。さあこれ崖には追い詰めすぎると後ろ投げ暴れを食らって死んでしまう、飼育が崖上がりあまり積極的には行きたくないところか。さあ針で一旦浮かせて展開を作りたい、ステージ中央でもこれ掴まれたら死んじゃうんじゃないですか、このステージおそらく死にますね、飼育変わるので、はい、
とこれは怪しいぞ。さあ後ろ投げギリギリ死なず、やはり正義の緩和が強いか。さあ BK サンダーで自己待ちの復帰阻止していくが当たらず、さあネス側が空中攻撃ブンブン振っていって、さあ当たって死んでくれと、はい、おっと BK サンダー危ない危ない、おっと危ないぞ、気まずい読み、おっと先ほどから技すかしに対して反撃が取れないじゃん、もうどれ当たっても死ぬんで力強いです ね、 このダッシュに対して空へ差し返していこうと、はい、X の時のワリオのパッチンのような行動を続けているが、シークがしっかりそれを見越して、はい、まあ危ない前には入らず、さああっと針でしっかりと着地を狩りに行ったが、相手は受け身を取っていったため当たらず、はい、というところで、はい、ネスがしっかり後ろ投げ合わせていって一本選手、シークはねやっぱり技の威力が一つずつ低いけどコンボになってるんですよ。そうですね、ネスはその逆で一個一個の技のパーセントが高いので、うんうん、本当に繊細に繊細にやらないとすぐパーセント上がっちゃって後ろ投げ範囲になっちゃうんで、今回よくあるシークの負けパターン、そうですね、あの展開有利は多いんだけど、はい、パーセントが足りてないみたいな感じの負け方でしたね。まあ復帰阻止ちょっと殺せなかったのはそこでしょうね、やはりそうですね。さあクーマへしっかり崖外追い出していって、このコンボの他のキャラは強気にいけるんですけど、はい、やっぱいけないですよね。そうですね、暴れ当たっちゃったりとか、これネスの技のパーセント高いんですよ、ほらちょっと、あそうですね、はいはい、さあしっかりクーマへの後着地に対して掴み当てて、おっと2回目の崖つまりしっかり見ていた、ウエスマッシュで反撃、さあ浮かせて危ないぞ、はい、さあ回避上がりで一旦リセット、 PK サンダー PK ファイヤーはしっかりとやり過ごして、さあ暴れて降りるが着地狩りはできず、しっかりと透かしたところにダッシュつかみで反撃を取っていって相手を台上に追いやる。さあ崖上がり、つかまれない前から予告用に切り替えましたね。そうですね、まあ、なかなか上手です。さあハリハリでちょっと嫌なムードを作りつつ弱気になったところにダッシュつかみ、シークのよくあるパターン。さあ崖上がりしっかりと、おっとこれはだが超弦が残って危ない危ない、これは今反転つかみむしろ狙ってたんじゃないですか。そうですね、今爆弾入れたのを狙ってましたね多分今操作見すぎましたよね。さあ着地狩り危ないぞ、これは先ほどからネスの優勢が続いているが、しっかりとジャンプに対して空位を合わせていく、これシークに対してのリスクのつけ方のその1ですよね。マリオとかもやっぱり、おっとヨーヨー飛ぶんですよね、この技カス当たりで焦らせたところにもう1回ヨーヨーと、というところで一気に 77%、はい、まだまだ全然死なない%ね、ネスがこれね、これクーマイコンボ気に危ないですね、はい、これ先ほど言ってたやつですね、そうですね、死んじゃいますね、はい、これがまた入るんじゃないか、これはおっと崖際のためギリギリ入らず、さあ空後ろで差し返して一旦相手を崖外に追い出して、さあ強気に回避を見るが、なんとか横移動が広いため空前は当たらず、さあ逆にリターンを取られてしまって前回避を読んで反転掴みするが当たらず、さああなたでまだ知らない起きたいですね、あっと受け目取れている、これやっぱり先ほどからちょっと迷いがあったところで反応遅れちゃってなた当てにいたんですよね、今もそうです、なた当てで、まあ、受け身仕込んでたんで、はい、まあ最悪はって感じでしたね、はい、これ間に合うんですかね、やっぱあの本当完全に読んですごい降りちゃい、サンダー打つぐらいにもう目の前に行ったら間に合うんでしょうけど、結構厳しいですね、はい、結構猶予ないんですよね、はい、さあダッシュ感を通していくがもうパーセントが高いため読み合いはできず、おっとこれはさあしっかりガードしてナタで反撃を取っていく、おー長魚うまい、そうそう着地を長魚で勝っていく、まだまだ分かりませんよ、はい、やっぱりナタを待って今回避を出さなかったところに長魚反応できなかったそうですね、さあ空前空前ちょっと台があるため阻害されるが、さあこれは怪しいところ、怪しいところヒット、危ない危ない、おっとこれはこれはあるぞ、ギリギリ返ってくる、今シークの神髄が出そうになったが、さあ着地狩りが続く、まず帰りたい、あったようやく暴れが通って、まあ、68% 取りましたよ、まだまだありますよ、ただこれは後ろ投げが怪しいパーセントになってきた、さあ前投げから読み合いする、危ない危ない、ダイヤは非常に怖いぞ、と行かない、冷静ですね、冷静ですね、今の完全にやってたんで、はい、さあ飛ぶぞ、おっと死んだ、これがシークのホカホカしたシークの空前、今ベクトル変更を多分ミスってますよね、今そうですね、多分あと OP の関連もあるんじゃないですかね、意外と空前が針とかで回復してって、うんうん、このゲーム OP が結構明らかになってない部分多いですからね、ただどうなんですかあれ、吹っ飛びがどのぐらい下がるのか俺あんまり理解してないんですけど、僕は頭の中に入ってないですけど、うん、特に、ね
リトルマックは横強とかそういう技振ってみると分かりやすいと思います、ね、あ、なるほど。普段なら殺せるけど明らかに出力技を振ったとか。なるほどな。始まりましたよ。というところで3戦目、お互い終点じゃなくてスマブラが好きなんですね、これは。そうですね、拒否出る拒否出るステージでもあるんで、多分お互い好きなんでしょう。まあリターン中同士の戦いって感じですね、はい、さあ横はしっかり横にずらしてジャンプで抜けていって、さああなた空前の性能はシークの方が高いか。さあ DA カス当たりでちょっと怪しいぞ。しかしこれはまだ戻ってこれる、はい、ただ着地狩りが続くぞ。これはここで一気にパーセント取られると厳しい。ダイが味方しましたね。そうですね。さあ回避見ている。さあ空白でしっかり勝っていくのが上手いですね。しっかり回避を勝っていきますね。さあダブルマークなる。おっと超魚しっかり最大リターン、一気に殺しにかかったが当たらず。さあ崖奪い発生せず。さあ怪しいパーセントになってきた、はい、危ない危ない。さあ一旦リセットされるが一気に 100%、 これがシーク。さあおっと浅見につかみを刺してしまって当たらず。さあ回避回避で一旦やり過ごして、近距離の読み合いまた始まった。さあショートジャンプ上に引っ掛けて復帰阻止はギリギリできず。さあ針で一旦自分の有利な状況を作ろうとするが、空前暴れ当たってしまってジャックで暴れていく。さあ浮かしたぞ、どうする着地狩り。おっとしっかりこのふわふわジャンプを持ってるやつに対して頭出し読み結構よくある。いや今のは PK 三段読みですね。 PK 三段出した時に崖つかまりのやつを。ああなるほどなるほど、あの行動を読んでたの、はいはいはい。さあまあシークはここでは事故らない。さあ回避上がりを読んでサンダーからのサンダーアタック狙っていくが当たらず。さあシーク側がリードしてしまうとこれは時間のかかる試合になってしまう。さあ空前引っ掛けたところに一気に火力をかけていって、ダイガールせいでラインも火力も取っていくぞ。コンボがうまいですね、はい。さあサンダー当たって復帰がしやすい。まあどちらにしろ復帰はされるものなんで、サンダーでパーセント稼いでおこうっていう感じでしたね。さあ大ジャンプにしっかり空前合わせていって、さあ回避を読もうとしたか、ちょっと暴れが怖くて回避をしてしまった。 PK サンダーで暴れていって、おっと掴みがつながりそうだった。今危なかったです。これは死ぬか。これはおギリギリ死なない。ほかほか生きてますな、はい。さあ大ジャン崖ジャンプからの長魚、非常に復帰が安定している。ネスみたいなジャンプの遅いキャラは本当に狩りづらいでしょうね、あれ。そうです、そうですね。頭を置いておくとかしか思いつかないですね、はいはい、本当に置く感じですよね、はい、何かしら動いたの見てからやるっていうよりは。おさあ食えねえ暴れが通って、この技で殺せるのがでかいですね。まだまだ分かりませんよ。分からないですよ、はい、ネスの火力は。崖端で下投げすると一気に 3,40% 稼げるんじゃないですか。おっとこれはジャンプが消えたぞ。厳しいが、おっとしかしこれは相変わらず厳しいが、危ない危ない。強気の復帰阻止すごいいきますね。そうですね、やっぱ1戦目がちょっと復帰しかなかったらダメだと感じたんでしょう。はい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 。さあジャスト化してジャストシールドして、おっとこれがこれがさあ島シークの真髄入れましたね、はい、彼なんか先ほどから試合を見てるとやっぱりこの氷ターンの技要所要所に出していってしっかり当てましたね、はい、うまかったですね。ありがとうございます。僕もいただきます。ここでなんか何だったっけ、機関支援のレインさんもうラーメンはいかがい。島シークやっぱ一つ一つの技の選択が高いですね。そうですね、特にリターンの高い技しっかり当てる技術があります、ね、特にナタじゃなくて空中ニュートラルを当ててるのが目立ちましたね、うんうん、ここから見たところは。そうですね、ナタより空前と、ナタだけで終わってしまったらやっぱニュートラルの方が高いのダメージがしっかり取ってるところが高いです、ね、空中とニュートラルってバージョンアップされてからどっち。ニュートラルだと思います。パーセントが高くなってる、パーセント同じですね。あなるほど、はい。はい、B 決勝やった後、はい、A の表決勝と裏側の準決勝が2人残ってるので、どっちを先にやった方がいい、はい、ん？もう一回 B の？ あ、B 決勝は今から先に、はい、その後、レイラ内の表決勝を先にやるか、今のシマワースの裏の準決勝をどっちを先にやるのがいいかなっていうのがある。どっちだろうね、いつもどうしてるんだよ。なんだよ、俺そなんか連戦かわいそうだと思うんだったら変えればいいし、でもいいんじゃない。まあ、そういう流れでやるんで、はい、わかりました。じゃあ、次は B かな。 B クラスの決勝戦ですね。マイクを、マイクはマイク何個かな。これが勝っ、あれ生きてる。マイクで生きてるんだよね。あのね、カラスがヒッパイクみたいなやつがあるから、それ、これもね、生きてるのかな。なんかでいける。
ああ、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 ああ